ローマンレジェンドは日本の競争場。場名の意味はローマの伝説。主な勝倉は2012年東京大正天、2012年宮古ステークス、2012年2014年エルムステークス。1月5日の京都の山歳新馬戦、芝2000メートルに出走。一番人気になるも3着に敗れる。続く芝2200メートルの未勝利戦も8着となった。 このため3ヶ月の休養を挟み5月1日の京都のダート1800メートルの未勝利戦に一番人気で出走。2着に6馬審査の圧勝で初勝利を飾った。この後休養に入り、11月の京都コバ500万、下に出走し、人気に応え2勝目となった。しかし年末の阪神の1000万下は惜しくも2着に赤杯となったもののア特別は、 先行抜け出して3勝目となった。休養を挟んで1600万下の上かカモステークス、ナダステークスを連勝。7月の中京のジュライステークスは2着に6馬審査の圧勝でオープン初勝利。勢いでエルムステークスで重賞初出走。GI はエスポアールシティに競り勝って、重賞初制覇を飾った。続く、宮古ステークスも直線差し切って、 重傷連勝となった。しかしジャパンカップダートは、主戦の岩田厚成が、前週のジャパンカップでの起乗停止で乗れなかった。影響もあり、4着となり一番人気に応えることができなかった。そして東京大賞点は、最後の直線でのワンダーアキュートとの叩き合いを制して、GI 初制覇を果たした。柏記念は一番人気に押されながら3着に敗れ、 帝王賞は6着に敗れた。秋に入り、宮古ステークス3着、ジャパンカップダート13着、東京大賞店は6着と勝ちきれないレースが続いた。休養を挟んで2014年7月のエルムステークスで久々の勝利を挙げるも、その後は惨敗が続き2016年4月のアンタレスステークスを最後に現役を引退した。引退後は、京都競馬場で誘導馬になる。 現在は、京都競馬場で、重症競争の誘導も務めている。ローマンレジェンドが引退今後は、京都競馬場で誘導場に netkeiba.com、2016年4月22日閲覧。ローマンレジェンド号が、競争場登録抹消日本中央競馬会、2016年4月23日、閲覧。ありがとうございます。